北方温泉駅より、滋賀高原ロープウェイは、かつて、長野県下高井郡山の内町にあった作道。滋賀高原リゾート開発株式会社が運営していた。は水系け駅北方温泉駅このほか、北方温泉駅高間ヶ原間を結ぶ、高間ヶ原リフトもある。これを利用すると、高間ヶ原マンモスススキー場まで登ることができる。1960年3月13日。 はすいけほ温泉館開業。完成間もない頃は、今よりも、格段に、道路事情が悪く、冬季の道路閉鎖などもあり、高間ヶ原やさらに、上部の住人等の重要交通手段となっていた、時もあった。長野県北部地震の影響により、2011年夏、シーズンは7月からの営業開始が予定されていたが、点検によって、機械設備に問題があることが判明し、 運行の休止が決定。2011年5月25日、施設の老朽化に伴い全線休止。同年6月22日に、利用客が最盛期の7分の1程度へ減少したことも、理由として、国土交通省へ廃止の届け出を行う予定と、報道された。市が、高原ドープウェイ廃止乗客激減観光関係者ら、戸惑い。全国新聞ネット。 シナの毎日新聞。オリジナルの2012年7月18日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ tcwm2011 年8月29日閲覧。ありがとうございます。